調子と兵を聞きながらゲーム実況するゲームおかきの時間がやってまいりました。スーパーブドウ伝2やってきます。ブドウ伝、なかなか渋い音楽。ドクターゲルの作った人造人間セルはついに完全体となった。セルの持つとてつもないパワーの前に超スーパーサイヤ人をも超えたベジータ、トランクスでさえ破れてしまった。10日後にセルゲームを開く。自信のある者はどんどん参加するがいい。地球の運命をかけて最強の戦士たちが立ち上がる時が来た。キャラクターの選択、まあ私のことですからやっぱりベジータ様でしょ。ランク設定普通、ゲームおかけはやっぱりベジータ様だべ。モノマネ込みだからね、ベジータだと。セルは強え、あいつに勝つにはすげえ修行するしかねえ。セルゲームまで時間がねえ、早速始めるぞ。やっぱりトランクスだべ。お願いします父さん。そうだ、 Y と B と、そうだ、火を貯めることができるんだ。おらー、かっこいいなこれ、ベジータ様。よし、で見ろこの連続技を。弱えな。これかっこいいな、木食べるの。休む、のんびりと休むベジータ。そしてセルゲームの日がやってきた。お、セルメ、パワーアップした俺の力を思い知らせてやるぜ。こうしてベジータはセルゲーム会場へ向かった。セルゲームの会場にはすでに他の Z 戦士たちが集まっていた。お揃いでようこそ。ちょっと待った、なんだネルドンか。おお、出たなミスターサタン。セリオ、お前の相手はこの私だ、行くぞ。ダッハッハッハ。ダイナマイトキックってやつか。おお、強い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 。さあ行きますか。一番手はこの俺だ。うん、貴様からか。まあウォーミングアップにちょうど良い相手だな。さあやるか。この音楽好きなんだよ、ベジータのテーマね。かっこいい。ギョー。何、連続技が。おお、やばい、これはちょっと下がる。あー、まずい。ちょっと待て。あー、やめろ。ちょっと待て、うわ、あー、やられた。なんとなんとやられたぞ。弾き返せなかった。口ほどにもないやつらめ。くそ、セルジュニアと戦うのか。これ戦いづらいんだよ。やめろ、技が思ったより出ない。連続エネルギー波で倒したぞ。なんか技がなかなか入らないな。
お。ああ、もうこれ食らっちゃダメ。よし、やった、連続エネルギーが決まったぞ。縮小、なかなかでも大技が出ないな。ああ、爆発するやつか。悟空が死んじゃうんだよこれ。おー、なんかすごいな、膨らんで膨らんで。悟空の出番か。そうなんだよ、悟空が犠牲になっちゃうの。いや、悟空と海王様とバブルス君と犠牲になってしまうんだよな。しかし他にいなかったのかね。でも瞬間移動使えるんだったらさ、爆発する瞬間に移動すりゃよかったんじゃないの。くそ、カカロットのやつこんな死に方しやがって。さあ、というわけで、ほら怒られちゃうよ海王様にね。まったく信じられんことをするやつだ。お、また生きてる。そっか、ピッコロの再生の力で。ピッコロもここまでの能力はないと思うんだけどね。おお、結構強いじゃん、連続エネルギー弾。あー、キエンさんか。ファイナルフラッシュ出したかったのに。ビッグバンアタックでも何でもいいから出ないかな。お、なんだ、ファイナルフラッシュだ。ファイナルフラッシュ。何これは、連打か。あったた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 た。あれ、この後何やったっけ。銀河戦士取ったっけ。時は流れ、ベジータは平和な時を過ごしていた。そんなある日。お、トランクスが。これブルマだな。ふっ、くだらん。お、トランクス。ピッコロさんですか。まあいい、やつを締め上げればわかることだ。さあ、どこに行こうかね。北の都行ってみる。お、なんだこのおっさんは。昔見たピッコロ大魔王にそっくりなやつが腕から変な光を出して街を次々とぶっ壊して行きやがった。展開行くしかねえべやもん。ミスターボブだ。珍しいな、ベジータ。なんか用か。ピッコロはいるか。ミスターポポ、前の神様としばらく会ってない。おお、ベジータは一旦引き返すことにした。ピッコロさんがこの西の都にやってきます。このままでは西の都も。ピッコロめ、いい気になりやがって。俺も行きます。連れて行きますか。はい。お、ピッコロだ。ベジータ、この俺を倒すだと一体どういうつもりだ。とぼけても無駄だ。それとも俺と戦うのが怖いのか。俺を舐めるな。後で後悔しても知らんぞ。お、どんな感じになるんだろう。
目から開口線出して疲れてるの面白かった。おお、あまり飛んじゃいけないねやっぱり。おお、そっかこれがあるんだ。来た、ビッグマンアタックだ。ビッグマンアタック、やった倒したぞ。いやー、ちゃんと今回決め技で来たな。ビッグマンアタックで。クソ、こうまでやられるとは、己今に見てやがれよ。よし、クッククしね。え、トランクスにかい。え、誰よ、なんだこいつ。銀河戦士ザンギャン、へえ。銀河戦士だと知ってるのか海王様。昔銀河中を荒らし回ったヘラー一族の生き残りじゃ。4つの銀河それぞれの海王がその力を使い封印しておいたのじゃが、わしが死んでしまったので封印が解けたんじゃ。でもよ、地球にはベジータたちがいる。大丈夫だ。クローン戦士を使って邪魔なあなたたちを仲間割れさせたってわけ。ふざけやがって。さあ、おしゃべりはここまで。死んでもらおうわよ。いなさい、クローン戦士。ビッグバンアタック、あ、ファイナルフラッシュだ。ファイナルフラッシュ、やった倒したぞファイナルフラッシュで。なかなかやるわね。さあ、今度こそそいつを倒すのよ。誰だ次。ご飯、あららら、おう。これが一番強いのかベジータって。なんだかんだ言って、あら、必殺技出なかった。なんだなんだ、連続攻撃か。逃げろ。あー、やられたなんとご飯にやられたぞ。お休みの時間よ。お、ピッコロ様が来たぞ。クソったるめ。お、ピッコロの命かけた一撃。クロノ戦士点滅してた。なんとなんと、ピッコロめ、カッコつけやがって。は、もう死んだの、ピッコロ。なんとなんと。激突ヘルタワー。なんだなんだ。このストーリーはちょっとわからんぞ、原作にないから。テレビを見てください。なんじゃこれ。あ、なんつったっけ、ボージャックつったっけ名前。こいつ、地球人どもよく聞け、我らは遥か時を超えて蘇った銀河戦士だ。これから我らがよりパワーアップするためのエネルギーを貴様らからいただくことにした。そのエネルギーとは、
貴様ら人間の嘆き、苦しみ、絶望、そして恐怖だ。このヘルタワーは貴様らのそのエネルギーを吸い取るためのマシンだ。ヘルタワーは世界中に6本ある。そして直に我らの攻撃が始まる。いや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 。どうしますか。よし、壊しに行く。俺に指図するな。よっしゃ、砂漠これか。とっととぶっ壊してやる。食らえ。ふっ、お、セルか。よし、ビッグマンアタックだ。当たるなこれ確実に。よし、このね2はね必殺技そんなにダメージ減らないんだよ、1の時と比べてね。勝った。ベジータやっぱ強いな。とっととぶっ壊してやる。食らえ。ヘルタワーを壊したとベジータはただなる気配に気づいた。こいつか。来たか虫けらども。見やがって、どっちが強いか教えてやる。地獄の恐怖を味わうわ、言うわ。さあ、どうなるかね。この前の借りを返させてもらうわ。よし。行くぞ。まずはエネルギーを貯める。これ強いな、やっぱり。連続エネルギーだ。よし。ビッグバンアタックだ。ビッグバンアタック！食らった。何？連続エネルギーだな。申し訳ありません、傍若様。傍若に倒されてた。マジか。ザガドボメがこの俺様に歯向かうからだ。ボージャックはトランクスを踏みつけた。その汚い足をど、違うな、ベジータだもんな。その汚い足を解けろ。貴様を叩き止めしてからまとめて皆殺しだ。そうっすか。おお、なんだこれ。なんだ、おおって面白いな。おおこっちが行ってしまった。これ効くんだよな。おおあら、必殺技が出なかった。よーし、行くぞ。連続エネルギーなんだ。当たるなこれ。さあ、ビッグバンアタックだ。ビッグバンアタック。お、
何？跳ね返した。なんてやつだ。ファイナルフラッシュだ。倒しちゃった。あ、もうすぐなかったな。負けるとはってか。とどめだ。おお。さすがベジータ。とどめは刺すな、必ず。思い知ったか。これが俺様の力だ。どうだよ。これで終わりなの？もしかして。バカなことを。俺は最強になったんだ。最強のスーパー戦士にな。もう世界のどこにも俺に勝てる奴はいない。その俺が寂しいだと。そんなこと言っちゃって、本当はまたきっと強い人がやってきて、ね、そんでもってその人に勝とうとしてすっごい修行したいんでしょ。サイヤ人ってさ、戦いのマニアなんだから。ほぎゃーほぎゃー。これトランクス泣いてるか。これで終わりなのか、もしかして。苦しい戦いが終わり、地球に平和が戻ってきた。だがベジータにとっては平和などあまり意味のないことなのかもしれない。俺が最強か。だがまだまだ俺はこんなもんじゃないはずだ。終わり。これで終わり。あららら、そうっすか。これで終わりっすか。意外とあっさりとエンディング来てしまいました。はいはいはい。今度あれか、ストーリーモードもいいけど、なんか武道伝モードでもやってみるか。あ、でもこれスーパー武道伝3って確かストーリーモードなくて、対決やのする対決するやつしかないんだよね。したらどっちにしろそれやるんです。じゃあスーパー武道伝3行きますか、次は。というわけで、お、ちゃんとキャラクターボイス出てる。野沢雅子さんね。悟空、ご飯、ベジータ、堀川亮さんね。すごいな。古川敏郎さんね。いやいやいや、これはすごいよな。すごいキャスティング。というわけで、ご視聴ありがとうございました。次回はスーパー武道伝3でお会いしましょう。